料理に興味津々の女の子が親子で作れるイケてるレシピに挑戦。イケメシ。今日はエレンちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はさっぱりした甘さの、せーの、こちら。牛乳を使ったミルキーな水羊羹。さっぱりおいしい滑らかな一品です。材料です。牛乳 130cc、 こしあん 180g、 粉寒天や季節の果物などをご用意ください。これから水羊羹を作っていきますが、エレンちゃん、水羊羹は食べたことありますか？羊羹も食べたことありません。羊羹も食べたことないですか？はい、はい、じゃあ今日は初挑戦ですね。はい、はい、今日は牛乳が入るのですごく食べやすいんじゃないかなと思います。はい、では作っていきましょう。まずお鍋にお水と粉寒天を入れて火にかけます。寒天が沈んでしまうとその部分が焦げてしまうかもしれないので、よーく混ぜてもらっていいですか？はい、はい。ここで今日のイケメシポイント。はい、今日のポイントは寒天にしっかりと火を入れることです。火入れが甘いと固まらなくなってしまうことがありますので気をつけましょう。今ね、こちらしっかりと沸騰しましたね。グツグツグツと沸騰したので、ここにお砂糖と牛乳を入れます。で、この後も弱火で 1,2 分ぐらいですね、しっかりと火を通すようにしてください。はい、では 1,2 分しっかり火を通したので火を止めました。今度はこれをこしあんと合わせていきます。はい、こしあんはね、これ柔らかく練ってありますので、こちらにね、少しずつ入れるので、ちょっと最初混ざりにくいんだけど、重いんだけど頑張って混ぜてください。うん、ここまで来たらあともうじゃあ全部入れちゃうね。はい、うんうんうん、いい感じです。はい、ではこの生地は流し函というものに入れて冷やし固めるんですけども、このまま冷やし固めてしまうと牛乳とあんこの二層になってしまうことがあるので、氷水に浮かべてちょっととろみつけてからね、型に移していきますね。はい、はい、流し函がお家になければタッパーとかバットで代用してもらっても大丈夫です。寒天はね、常温で固まるので、本当にゼラチンとかと比べると固まる時間が短いです。いいかな、これぐらいとろみがついてきたらば、じゃあ流し函の方にね、移していきますね。はい、でさっきも言った通り、このまま室温でも固まるんですけども、ある程度固まったらば、あと冷蔵庫で冷たく冷やしてください。はい、固まりました。じゃあ切って盛り付けていきましょうね。はい、はい。流し函はこういう風にパコッと外れるのでね、すごい便利なんですよ。寒天は短い時間で固まるのがありがたいですね。はい、はい、はい、盛り付けました。ではあと今日はね、ぶどうを飾りますけども、お好みの果物を添えてください。牛乳を使ったミルキーな水羊羹、コクがあってさっぱりと食べられますよ。いただきます。つるんと滑らかで少し甘くて美味しかったです。自然な甘さで甘すぎなくて美味しいですよね。はい、水羊羹は本来水で作るんですけど、今日は牛乳で作ったのでミルキーさが加わってより美味しく感じたかなと思います。今日はぶどうを添えましたが、季節の果物でお楽しみください。
皆さんもぜひ作ってみてください。